こんにちは今回は室町時代の2回目ですまず3つのポイントを見ていきましょう1つ目足利義満南北朝合一と日本に天皇が2人いる混乱を解消します、えー、南朝と北朝って分かれてましたよね奈良の吉野の方が南朝京都が北朝こういうふうに分かれていた 天皇が二人いるという状態がようやく三代将軍足利義満の時に解消されます二つ目その足利義満が日明貿易を始めますまあ、民というのはね、えー、中国です当時の中国民といったねこの中国との貿易日明貿易をどのような形で行っていったのかということをやっていきましょう三つ目東アジアの国々との交流を見ていきます朝鮮国や これは琉球王国、まあ、今の沖縄だね、まあ、これらの国とどのような交流をしていたのかこれらの国がどのような特徴を持っていたのかということを勉強していきましょう。それでは一つ目のポイント足利義満南北朝後一ということですねこの絵の人物が三代将軍の足利義満です。 えー、まあ、義光はね室町時代の中で最も権力を持っていた将軍と言っても過言ではないと思います。もともと室町時代というのは結構ねまあ危なっかしかったんだよ。北朝と南朝に分裂しているぐらいだったからね。だから将軍の権力っていうのはあまりないんじゃないかって言われてた。ただこの三大将軍の義光が強いリーダーシップを発揮して南朝北朝を一緒にしてしまうわけですね。 えこうやって南北朝時代が終わりを迎えます。あれ、今日室町時代ですよね。南北朝時代でどっち？これはまあ室町時代という中にまあ南朝北朝が分かれた南北朝時代というのが入るというそういうイメージだと思ってください。この南北朝合一を果たしたのは1392年。まあこの年号も結構大事です。いい国作ろう鎌倉幕府っつってね。 えー、鎌倉幕府ができた年1192年とされているんだけれどもこれ年なんだねだからこれはいざ国づくり南北朝というふうに覚えてくれるといいんじゃないかと思います。それでは2つ目のポイント足利義満日民貿易を始めるというところを見ていきます。 えー、そもそもねなぜ日民貿易を始めることになったのかというところここからいこうと思うんだね、えー、当時和光というものがですね、まあ、これ海賊のことなんだけどもこれがねちょっと暴れ回っていたと。和光まあ現行の光という、ね、字なんですね。ただ和ってことは、まあ、これ日本ってことだよ。つまり日本人の海賊側はこの辺ちょっと荒らし回っていたと。 でそうするとね当時の中国民民はね困っていたわけですよねそこの和光に荒らされていてはあもうこの海賊ちゃんと取り締まってくんないかなと日本人なんだから日本がやれようと思ってたわけよそこで民はね日本に対してちょっと和光を取り締まりしてくれと言ったその時に将軍だったのが南北朝を合一した足利義満三大将軍だったね で、えー、この足利義満は分かりましたと和光を取り締まりますとその代わり中国と民と貿易をしたいというふうに言ったわけですまあ、貿易をすればね日本のものを売ることもできるそれで利益を得ることもできれば日本にないものを輸入することもできますよねということでまあ、日民貿易を始めることになったんですただね和光を取り締まる 和雇をどのように取り締まっていくのかということで、まあ貿易船を派遣してもね、まあ船なんだからさ、海賊かどうかわかんないじゃないですか。そこでこれは和雇じゃないですよと、ちゃんとした貿易の相手ですよっていう証明するためのですね、まあ証明書みたいなものがこれなんです。これなんかで文字が書かれたものがパカって二つに別れちゃ別れちゃってますよね。でそれをお互い民 日本それぞれ持っていてそれをサッと合わせたらあこれがちゃんとした貿易相手なんだというそういうことが分かるようになっているわけです。でこれ何というかっていうとこれね官房というんだねだからこの日米貿易「漢剛貿易」と呼ばれることもあります。どちらで聞かれても大丈夫なように 日民貿易観光貿易どちらでも答えられるようにしましょうこの貿易でですね日本側がまあどこを港にして貿易をしたのかこれがこの2箇所なんですねえー、九州の博多博多の田っていう字はね多いっていう字だから田んぼの田じゃないから気をつけようね。 あとは大阪の堺あの大仙古墳があったところだこの二つが貿易港として栄えました日民貿易とセットで覚えておきましょうそれでは三つ目です東アジアの国々との交流そして、えー、それらの国の特徴を見ていきます さっきね日民貿易っていうのをやりましたよねまあここが民ですその和光に困ってるなんて話しましたこの民の前の国は何だったかっていうとこれは元ですよねモンゴル軍モンゴル民族による元この元が滅んで民になっていますだから先ほど日民貿易っていうのをやりましたよね他の東アジアの国見ていきましょう えー、朝鮮国ですね朝鮮国が成立したのって1392年でね、南北朝合一と同じ年なんですよねで、えー、この朝鮮国まあ覚えておいてほしいこと特徴何かっていうとねあのハングル文字が作られたんですよ、えー、ハングルって言うとねあの韓国の文字ですよそれがこの朝鮮国の時に作られましたそして 琉球王国ですこれ漢字間違わないように気をつけなきゃいけませんね琉球王国はこの王変なんですけども今の沖縄です琉球王国どこかというとここですよね朝鮮国は当然朝鮮半島ってわかるよなこの琉球王国は1429年に成立をしたんだけどもまあ何せね狭いしまあ国土が狭い中でどうやって 暮らしていくだけだったらできるけどもどうやって利益を上げたりしてですね発展していくのかっていうことこれはなかななかか悩みになるわけですよそこでね、えー、この琉球王国どうやったかというと中継ぎ貿,しし貿易っていうのは、まあ、何なのかっていうとね、えー、例えば日本。 例えば民例えば東南アジアのいろんな国の、まあ、結構中間地点に位置してるから、まあ、いろんな船がやってくるわけだよねで例えばこちらの船から仕入れたものを加工したりしてこちらの国に売るとか、まあ、あるいはみんなで集まってここで貿易していいよっていうふうに言うとかそうやって人々が集まって栄えるようにしていたというのが中継貿易これがうまくいって琉球王国発展することができました。 こちらの写真ですね、結構有名なんですよ。今もありますからね。これは琉球王国のまあ城中心的な場所である首里城にあるもんでね、首領門って言うんですよ。これはあの今でもあの今あのある写真なんですけどもね、えー、これはあの2000円札にも載っています。で、これぜひあの沖縄観光に行った時には。 まあ、あの首里城を登っていく、まあ、結構ねあの疲れるんですよどん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 歩いてって高いところにあるからねその途中あの歩いていくとこの守霊門に出会えると思いますそれでは今回学習した内容を練習していきましょう室町幕府の全盛期は三大将軍の時でしたこの人物の名前そしてこの人物がやったことかな まず三大将軍の名前足利義満ですこの足利義満がね、えー、京都の室町というところに、えー、幕府を作ったから室町時代と呼ばれているんだこの人物がやったこと1392年これは南北朝の合一です南朝北朝分かれていたのを 一つにまとめることができましたそれでは続いて日民貿易です日民貿易は別名何貿易と呼ばれたかこれは漢語貿易でしたなぜかというとね、貿易船と和光を区別するための相札である 官を使用したからですこうやってパカッて、ねえー、割れたものをくっつけてそれでああこれが相手なんだな貿易船なんだなっていうそういうのが分かるようにした和光じゃないんだなっていうふうに分かるようにしたわけだね。でこの日民貿易っていうのは、まあ、民に朝貢といってね日本が民に貢ぎ物を持っていく日本が民の部下になるという形をとっていました。貿易港2つありました福岡のどこどこ大阪のどこどこここ大阪 この二つの場所ですまず一つ目は博多です博多の田は田んぼの田ではなくて多いという字気をつけようそして大阪ここは堺です博多と堺この二つの貿易港を覚えましょう足利義満の死後ね、えー、貿易は中断してしまって まあせっかく始めたんだけれども残念ながら長続きしなかったでその結果これは前回ありましたね守護大名守護が自分の国を治めているかのように力を持っているそういう守護大名たちが勝手に貿易をするようになって幕府は弱くなり守護大名は強くなりというですね、まあ、こういう、まあ、室町幕府の力が弱くなってしまうという状態になっていったんだね。 では練習のラストこの頃のアジアの動き東アジアの国々見ていきましょうまず中国です何が滅び何が成立したか滅んだのは元そして成立したのは明でした次は朝鮮です高麗が滅んだまあ元にやられちゃったもんね で、後来が滅び成立した国これは朝鮮国ですこの朝鮮国の特徴としてはハングル、えー、朝鮮の人たち独自の文字であるハングルが作られたということですそして最後現在の沖縄に成立した国の名前そして行っていた貿易の名前何だったか まずこちら国の名前は琉球王国です、えー、琉球王国は漢字間違いやすいこれ流れるっていう字じゃないからね王が王辺だからねここ気をつけようじゃないそしてどんな貿易だったかこれは中継ぎ貿易と言いました。<music> それでは今日の3つのポイントをおさらいしておきましょう1つ目足利義満南北朝合一日本に天皇が2人いるという混乱をですね、解消しました三大将軍の義満の時が一番権力があったんだね2つ目のポイント足利義満日民貿易を始める何というものを使ったのか官号というものを使いましたね和光と区別するための官号も大事です 3つ目朝鮮国琉球王国など東アジアとの交流朝鮮国といえばハングルという文字ねそして琉球王国は中継貿易この辺り学習しました今日は室町時代の2回目でした足利義満三大将軍の義満の頃が一番権力があったまあ室町幕府の全盛期というところをやりましたね でまあ、これはね貿易したっていうのがやっぱり一つポイントだと思うんですよ。えー、日民貿易を行ったあれね民の部下になるっってていいう形を取っていたよね、まあ、ちょっと屈辱的だと思うんだ中国の部下になるっていう形でもまあ名を捨ててでも実を取るそうやって少しでも利益を上げていこう幕府を強くしていこうっていうのが義満の願いだったと思うんです。 ただ先ほども勉強したように残念ながら日民貿易っていうのはねもう中断されちゃうんですよ次の将軍の時にねなんで中国の部下になんなきゃいけないんだって,ってやめちゃうんですねでそれによって守護大名が力をつける代わりに貿易やるわけだから。ということで、まあ、ちょっと室町幕府の将軍ですねこの後ちょっとメンツを大事にして、えー、そして利益、まあ、権力を失っていくというふうになっていきます。